ひろゆきの人生で一番エロいと思った実体験を教えてください。僕その子供が見るように一応やろうと思ってるので、こういう話はしないようにしていますっていうのは前回言ったと思います。前回っていうか前々回かもしれないですけど、はい。そういうの興味がある人はソフトオンデマンドが今無料で見放題になってるらしいので、そっちを見るといいんじゃないでしょうか。ちなみにソフトオンデマンドの見に行ったらなんかサーバー越しで見れなかったんで、一応ほらその無料でどういうコンテンツが公開されるのかっていうのはそのマーケティング調査としては調べざるを得ないじゃないですか。なのでまあ仕方なくソフトオンデマンド見に行ったんですけど、サーバー越しなんでまあね早く復帰すればいいのにって思ったんですけど、なんかねその知り合いが出てると AV 見づらいっすよね。僕その AV の世界ってあくまでその他人の自分と関わらないそのなんか非現実的なフィクションであってほしいんですよ。なんかその会ったことがある人が出てる AV ってなんかちょっとな生々しくてあんま見たくないんですよね、はい。なのでなんかどうしたもんかなとは多少思ってます、はい。さくらまなさん可愛かったですか。はい、可愛かったですって言わざるを得ないよね。そのさ会った人に対してさ可愛かったですかって聞かれてさ可愛くなかったですっていうのも失礼じゃないですか。だからあのプライベートの飲み会だったらプライベートに言いますけど、記録が残る媒体で誰々さんは可愛いですかって聞かれたら僕は絶対可愛いですって言うようにしてます。だってね女性ほら敵に回すと大変じゃないですか。なので僕は基本的に会った女性は皆さん可愛いとか美人って言うようにしてますよ、きっと。はい。ひろゆきさんあっち向いてほいで遊んでください。あっち向いてほい。